アメリカ南方軍はアメリカ軍における地域別統合軍の一つ。中南米と西インド諸島を担当地域としている。人員は約1200名、司令部はフロリダ州マイアミ所在。統合軍の地域間滑地図赤茶色が南方軍南方軍は南方陸軍、南方海軍、南方空軍、南方海兵隊を中心に構成される。このほか。 クアンタナモ統合任務部隊、ブラボー統合任務部隊なども含まれている。フロリダ州マイアミに司令部を置くが、実際の指令は、プエルトリコのサンフアンにあるフォートブキャナン、ホンジュラスのソトカノにあるフォートブラボの前方指令所からも行われる。加えて、前線作戦指令室が、エルサルバドルのコマラパ、アルバ及び、キュラソー島にある。 アメリカ軍のこの地域への進出は1898年の米西戦争に次いで1903年にはパナマを独立させ海兵隊が進出したパナマ運河地帯を咀嚼し軍の駐留を行っている第二次世界大戦中も防衛兵力を所在させていた1947年11月1日に中南米を担当地域とする統合軍として カリブ軍団が設立された。このカリブ軍団が1963年に担当地域の実情と合わせるために南方軍と解消された。南方陸軍はアメリカ合衆国の咀嚼地であるパナマ運河地帯の太平洋側にラテンアメリカ最大規模の軍人及び民間従業員を養子駐屯し,中しパナマ侵攻にも参加した。パナマ運河条約の改定に伴い 運河地帯がパナマに返還されることとなり、1997年9月26日までに兵力を撤収、司令部はマイアミに移動した。これ以降、南方軍は地域別統合軍のうち、担当地域内に司令部を置かない3つのうちの1つとなった。南方軍は麻薬戦争で麻薬取締局、司法省、移民完全執行局などに対し、 全般的な支援を行っている。中南米での麻薬取引の取り締まりのために南方軍は航空機や船舶を用いたアメリカへの麻薬水輸ルートを監視している。これに対して南方軍は連邦政府の対麻薬予算のうちの約1%を受け取っている。また南方軍は頻繁に 災害派遣を経験していることでも知られており、2005年から2010年まで24回の災害救援出動を記録している。2010年1月12日に発生したハイチ地震に対する救援でも2万人に及ぶ救援部隊を配属されてアメリカ軍による救援活動の司令部として機能した。2021年現在の司令官はクレーグエス・ホーラー海軍大将。 ありがとうございます。